スティーブ・フィナン、スティーブ・ン・ジョン、スティーブ・フィナンは、アイルランド共和国、リムリック出身の元サッカー選手、元アイルランド代表。現役時代のポジションは右サイドバック。攻撃的な役割と、正確なクロスで知られていた。フィナンは、FIFA ワールドカップ、UEFA チャンピオンズリーグ、UEFA カップ、UEFA インタートートカップに加え、 イングランドサッカーリーグの上位4カテゴリーとフットボールカンファレンスプレイした最初の選手であり UEFA チャンピオンズリーグ2004から05のタイトルを獲得しているアイルランド代表としては2000年の初出場から52試合に出場し2 0 0 2 FIFA ワールドカップの出場メンバーだったリムリックのジョーンズボロ、ジェインズベチクに生まれ幼少期に家族と共に イングランドのジェルムスフォードに移住する。その後、ウィンブルドン FC の下部組織で育成されていたが、16歳の時に放出され、1993年にノエリング、ユナイテッド FC と契約し、1995年に遺跡金10万ポンドでバーミンガムシティと合わしたことで、待望のプロ初契約を締結した。ワトフォード FC 戦において、 リーグ初出場及びプロ初得点を記録する。1996年3月に期限付き遺跡でのノッツカウンティ FC と合意し、ウォルソール FC2 から1戦で初出場、同月のブリストロローバーズ FC 戦4から2において初得点を挙げる。ノッツカウンティでは加入から最終節までの全試合に出場して、チームの4位での昇格プレーオフ進出に貢献して、 おり、準決勝第一戦のでのクルーアレクサンドラ、FC 戦、2から2において、得点を挙げると、続く、本拠地での2戦目で1から0の勝利を収めた、ことにより、2試合合計3から2で決勝に進出した。しかし、ウェンブリースタジアムでの決勝ブラッドフォードシティ、AFC 戦に0から2で敗北した。期限付き移籍満了に伴うバーミンガムシティへの、復帰を経て、 1996年10月30日に遺跡金30万ポンドでノッツカウンティに完全遺跡を果たし、シュルーズベリータウン FC 戦において交代で半から初出場を飾った。シーズン終了後に24位でに降格したように低迷するチームを救うことができなかったが、翌1997から98シーズンは地位を確立して公式戦51試合に出場し、 クラブ史上最多価値点と最速でのリーグ優勝及び昇格へ貢献した。また、同シーズンは、クラブ最多となる10連勝の記録作りにも関与した。1997から98シーズンのノッツ、カウンティでの成功から、1998年11月に移籍金60万ポンドで、ケビン・キーガン監督率いる三部のフラム FC に引き抜かれ、 21日のチェスターフィールド FC 戦で初出場、1999年3月20日のブラックプール FC 戦において初得点を挙げた。フラムでは3つのカテゴリーを戦い抜く中で公式戦200試合以上に出場してチーム支える姿からファンの人気を集めており、加入1期目の1998から99シーズンはウィングバック、右ウィング、 ミッドフィルダーといった様々な位置で起用されながら3部優勝を呼び昇格に貢献した。次の1999から2000シーズンはポール・ブレイスウェル新監督の下でシーズン序盤戦において2ヶ月間無敗と好調さを見せていたにもかかわらず最終的に9位となった。翌2000から01シーズンは昨季終盤戦の2000年5月に就任した。 ジャンティガナ監督のもとで本職の右サイドバックに起用されてリーグ戦1試合を除く45試合に出場し2部優勝及びプレミアリーグ昇格に貢献したプレミアリーグ昇格1期目は出場権獲得に尽力したパフォーマンスによって PF 年間ベストイレブンとクラブの年間最優秀選手賞に選出されるほどに成功に満ちたものだったしかし 翌2002から03シーズンは UEFA インタートとトカップを制する一方でリーグ戦は低迷しており2003年4月の時点で降格付近にいたためにティガナ監督からクリス・コールマン監督に交代する事態となっていたその後コールマン監督に引きられたチームはそれから勝ち点10を獲得し最終的に降格圏から15もの勝ち点差をつけて14位でシーズンを終了した クラブの低迷に関係なく、自身の評価は依然として高かったため、2003年夏には多くのトップクラブから誘われ、2003年6月9日に移籍金350万ポンドでリバプール FC と合意するに至った。8月17日のチェルシー FC 戦において初出場を飾る。同2003から04シーズンは負傷に苦しんでいたものの、 2004から05シーズンは一転してラファエル・ベニテス新監督の下で右サイドバックの一番手に着するとともに優れたパフォーマンスからファンの人気を集め2004年9月11日のウエスト・ブロムビッチ・アルビオン FC 戦3から0でリバプールでの初にして唯一となる得点を挙げた。なお、これによりジミー・ウィリスに並ぶイングランドサッカーの上位5カテゴリーで 得点した選手となった。その後、フットボールリーグカップ決勝と UEFA チャンピオンズリーグ2004から05、決勝の重要な局面で共に先発出場し、チャンピオンズリーグではタイトルを獲得する成功を収めているが、太ももの負傷によって半分の出場にとどまった。2005から06シーズンは、プレミアリーグに移行してからのクラブ最多記録となる。 勝ち点82の獲得に貢献し、FA カップ決勝戦においては先発出場して、タイトルを獲得した。翌2006から07シーズンも事実上控えがいない、右サイドバックを大車輪の働きで支え、シーズン後半戦からは、アルバロ・アルベロアの加入に伴って厳しい、定位置争いが繰り広げられたが、UEFA チャンピオンズリーグ2006から07、 決勝といった重要な局面を任されたように、ポジションを明け渡すことはなく、その活躍は7月に契約を2年に延長する形で、報われた。2007から08シーズンは、リーグ戦3位と UEFA チャンピオンズリーグ2007から08、準決勝進出で、一定の好成績を残す中、リバプールでの通算出場数で200試合を突破し、クラブの歴代出場数において、 上位100位に名を連ねた。しかし、その一方で、右サイドバックの定位置争いにおいて、アルベロアの後陣を廃止、さらにシーズン終了後に、フィリップ・デゲンの到着によ、アンフィールドから去る可能性が濃厚となっており、最終的に破断となったが、ギャレス・バリーとの交換で、アストンビラ FC への移行が格索されていた。リバプールを退団後の2010年9月に行われた、ジェイミー・キャラガーノで、 ゲスト出演をした。リバプール残留が希望だったものの、出場機会が限定される状況が明白だったため、2008年9月1日にアルベルト・リエラと入れ替わる形で、そしてパブロサバレタの後釜として、スペイン一部、RCD エスパニオールと2年契約を締結する。エスパニョールでは、20日のヘタフェ CF 戦において、交代で後半から初出場を飾り、 次のセビージャ FC 戦で初先発したがハムストリングの負傷によって前半32分に途中交代を余儀なくされており以来負傷に悩まされた影響で出場機会は限定されていたそのことも手伝いプレミアリーグのアーセナル FC とトッテナムホットスパー FC から関心を寄せられることとなったがマヌ監督突破コエレイラスポーツディレクターからフィナンは 後半戦において必要な選手として却下された。だが、医療検査で失敗したことで破断となっているが、1月中旬に、クラブは、ハルシティ AFC からのオファーを受け入れていた。2009年7月27日に双方合意により、契約解除となった。2009年7月31日にプレミアリーグのポーツマス FC と1年契約を締結する。 10月3日の森ニュースタジアムでのウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦において初出場を飾って、以降、定期的に出場していたが、チームはフットボールリーグチャンピオンシップに降格しており、財政難を理由にシーズン終了後に契約が更新されることはなかった。ポーツマス対談を機に現役を退いたため、2010年の FA カップ決勝でのチェルシー戦が最後の試合となっている。 アイルランド代表としては U-21 を経て2000年4月12日にキリシャ戦へ向けたメンバーとして A 代表に初招集され26日の同試合で初出場を飾る2001年9月の本拠地でのオランダ戦1から0においてジェイソン・マカティアの決勝点をクロスでアシストする活躍等を見せ2002フィ f ファワールドカップ ヨーロッパ予選中に定位置をつかむと、2002FIFA、ワールドカップでもポジションを明け渡すことなく、カメルーン、ドイツ、サウジアラビアとのグループリーグ全3試合に出場し、ベスト16進出に貢献した。そのベスト16でのスペイン戦にも出場しているが、チームは1から1で引き分け、PK 戦、2から3の末に敗退となっている。なお、フィナンは PK 戦のキッカーも務めた。 その後、u e f a エウロ2004予選、2006FIFA、ワールドカップ、ヨーロッパ予選、u e f a エウロ2008予選において、スティーブンカーと定位置を争いながら、ジョン・オシェイやイアン・ハートが不在時に、左サイドバックも務め、一定の出場機会を得ていたが、それぞれ、本大会進出を逃した。ロ2008予選のキプロス戦、1から1において、 代表通算に得点目を挙げた。u e f a ウロ2008予選のウェールズ戦において通算50試合目に出場した後、2008年1月22日に代表で素晴らしい時間を過ごしたが、次の大会の時には34歳だし、辞めるタイミングは今がいいと感じたとして代表引退を表明した。だが、新たに就任したジョバンニトラパット監督の 説得につき動かさ、8月13日に、ノルウェー戦へ向けた召集に応じてまたとなった。2005年1月27日に、自動車を運転中に81歳の男性をはね、その5週間後に事故が原因で男性を死亡させた、疑いで4月11日に逮捕され、一旦は釈放されるも、6月14日に再逮捕となった。危険運転の権威をかけられたものの、 証拠不十分として告訴はされなかった。ノッツカウンティ FC、フラム FC、リバプール FC、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。